厚別川、厚別川、厚別川、足しり川は、北海道札幌市及び、江別市を流れる石狩川、水系豊平川の最大の支流で、一級河川である。札幌では二番目に長い川で、長さは4 1トルある。河川法上の正式名は、厚別川だが、上流にあたる清田区では、あしり川と呼ばれ、 清田区の三つのシンボルのうちの一つに指定されている。かつては、例年の氾濫で流域に被害を及ぼしていたが、昭和50年代に治水事業が行われ、現在は、河川敷の緑化や、サイクリングロード、自然公園などに利用されている。川の名は、アイヌ語に由来する。流域の清田区や厚別区では、語源として、アシリペ、新しい川、ハシペ、 雑木林、寒木を流れる川、あべ、お氷玉の木の川、または、魚の取れる、豊かな川などの説を紹介している。厚別川の上流をなす、現在の木をたく一帯はかつて、アシリ別と呼ばれていた。これに、厚別の漢字を当てた、厚別ふとし等の表記が古い資料に残されている。語源の諸説のうち、お氷ょの木の川によると、お氷ょは、アイヌの服。 あってをおる繊維を取る木であり、厚紙、厚紙の木とも呼ばれていた。そのため、厚紙の字が当てられたとも言う。厚別の漢字が当てられた確実な最古の記録は、1879年、明治12年に、源流に近い滝野に設置された厚別水車機械場、官営製材工場とされていが、この機械場の詳細は伝わっていない。 走り別に道路が通じたのは1857年、安政4年のことで、現在の千箱と千歳を結ぶ道、札幌越新道、清田区内では、現在の国道36号に、相当が開かれた。この道は、函館から森、森から室蘭までは航路、そして、室蘭をから陸路で、札幌に至る工程で、私を必要とする大きさの川としては、厚別川は、 豊平川の一つ手前の川だった。年代は不詳だが、遅くとも1870年、明治2年には、厚別川を渡るための駅手が営まれていた。はっきりと記録の残るものとしては、足利別への最初の入植は1873年、明治6年である。月サップ、月寒村の長岡重春が、現在の清田小学校付近に定住し、 アシリベツという地名が用いられるようになった。入植が進むと、アシリベツに、本通り、北、通、南通、坂上などの区域が生まれた。これらは、地名としては、ガッツカンソン、アシリベツ本通りのように用いられた。1944年、昭和19年のザナの整理によって、それぞれ本通りは、清田、北通りは、北の、南通は、新栄、坂上は、 平岡という随称地名に改称された。1997年、平成9年に、かつての足尻別一帯は、札幌市豊平区から分布して、清田区となった。現在も、足尻別の読みは、川の名前のほか厚別、足尻別神社、足尻別郷土館などに残る。厚別川の下流川では、1883年、明治16年に、 初めて入植があった。入植地は、官営幌内鉄道が、厚別川を渡る付近の両岸、白石村番外地で、入植者が、品野国の出身者だったため、1886年、明治19年には、新州開墾地と命名された。1893年、明治26年には、品野簡易教育所、現在の品野小学校が設立されている。このように、 当地では初めはもっぱら、新州開墾地や、ナノの地名が用いられていた。一方、1894年、明治27年に、北海道炭鉱鉄道、関営ホロ内鉄道の更新が、新州開墾地の厚別川付近に新駅を設置し、厚別駅とした。これが、厚別を、圧別とした最古の例とされている。これに続いて1896年、 明治29年には、厚別郵便局も開設された。1902年、明治35年に、白石村に二級町村制が施行されると、村内は十五部に編成されて、品の開拓地は、厚別東部、厚別西部、厚別川下部などに分割された。公式に、厚別が地名となるのは、これが初めてとされている。1989年、 平成元年にかつての新州開墾地一帯は札幌市白石区から分布して厚別区となった。川の両岸からは縄文時代の土器や石器が出土しており、古くから何らかの形で縄文人や殺文人、さらにアイヌが川を利用していたと考えられている。しかし、これらの土器、石器や遺跡類は開拓時代には開墾の妨げとして破壊され、 異物は道路の設営のため粉々にされて巻かれたりしたため、ほとんど調査もされておらず詳細は不明である。国道三十六号との交差付近からは、左岸にサイクリングロードが整備されている。孫崎山や江庭岳の噴火でできた火山灰台地の間を縫って大きく蛇行し、かつては氾濫期の土に流路を変える暴れ川であった。現在は、 地水が進み上流部を除き流路も直線的に改良されている。清田区内では火山媒台地を厚別川が削り、下手段球を形成している。段球は高いところでは標高200から300メートルほどの高さがある。この谷地の底の平地部分が有明地区、新栄地区であり、左岸が清田地区や北野地区、右岸が平岡地区である。 入植によって、稼働の整備や、排水の改良が進み、流域は、昭和の初期には、北海道を代表する、水境地帯へと変貌を遂げた。しかし、融雪期の氾濫が完全に克服されるのは、昭和40年代に入ってからである。その後、札幌の都市化が進み、1980年、昭和55年頃には、水田はほとんど、姿を消し、 大半の開拓農家が移転した。現在の下流域は白石区で住宅地が見られるものの、東区では市街化調整区域のため自動車工場や廃棄物の処分場などが散在する荒れ野となっている。豊平川へ合流する江別市域では畑作や落農が行われている。北海道札幌市南区南部、空沼岳の頂から約 5km 東の 中原に源を発する。北東に向かい、南区滝野地区では畑作に利用されている。滝野鈴蘭丘陵公園の足利仏の滝を経て、マスミの滝、マスミの沢を合わせ、清田区に入る。滝野から羊が丘通り付近までは、通称、五稜線、北海道道341号まこまない五稜、札幌線が川沿いを走る。開拓民の記録によると、 大正時代までは1メートルを湖水島が生息し、マス見の滝まで鮭やマスの素状があった。鮭の素状の季節には、手づかみできるほどの鮭で川が溢れ、開拓民はこれを取って一本三銭で売ることができた。滝野地区の歴史は古く、1879年、明治12年に滝野に水車を用いた圧別水車機械場、官営製材工場が設置された。 これが確実に、圧別の漢字表記が登場する最古の記録とされているが、機械帳は1891年、明治23年に閉鎖されてしまい、詳細は伝わっていない。清田区に入ると、白旗山の山裾の渓流となって、谷合の原生林の中を通信する。谷が開け、原生林から旗作地帯に移ると、有明地区となる。ここから、 川が北寄りに方角を展示、山辺川との合流地点あたりから市街地が増える。山辺川は、魚の山辺、山めが多いことから名付けられたという。ここから右岸が新栄地区、左岸が清田地区となる。国道36号線と交差するあたりで清田川と合流する。国道36号の旧道との交差付近、清田小学校付近は、 かつて上流で伐採して流した木を引き上げる土場だった。ここで引き上げた木材を札幌まで引いていき、売っていた。この辺りが、長岡重春が最初に足利別へ入植した地区である。その後北の地区の丘陵地帯を緩やかに多高しつつ、厚別区大谷地へと至る。清田区を抜けると、厚別川は、白石区と厚別区の草界となる。ただし草界線は、 川の中心ではなく、右岸側に設定されているため、川の両岸とも、白石区に属する。例外的に、草海線は一部で川岸を離れており、白石区の流通センター6丁目と7丁目は、川の右岸に位置する。大谷地付近では、南郷2、道央自動車道、国道12号などと相次いで交差し、流通センター地区を抜けると三里川との合流となる。 ここで JR 千歳線、函館線と交差する。長岡茂春は、わずかな開墾地で、麦や豆などの雑穀を栽培したが、米を食べられるのは年に一、二回しかなかった。アメリカ人によって指揮された北海道開拓市は、稲作禁止令を出して、麦作を奨励していた。どうしても米を食べたかった。長岡茂春は、島松で稲作にこぎつけていた。 中山急増に指示して、寒さに強い赤米の種もみを分けてもらった。こうして1877年、明治10年に、あしり現在の清田小学校付近で札幌では、初めての水田を開いたが、厚別川の水は冷たすぎて、稲は育たず、春に撒いた種もみを回収するのがやっとだった。そこで、10年かけて厚別川から水路を築き、水温を上げて、 北へ飲水することで、ようやく収穫が安定した。明治20年代には一旦あたり5から6票の終了が得られるようになった。その後1892年、明治25年に、三上健太夫が水利権を獲得し、付近は水境地帯へと発展する。北海道庁が北海道での稲作推進に転換するのは、翌1893年、明治26年のことである。 明治時代に栽培された赤毛米は、寒さに強く、唯一北海道で育つ稲だった。しかし、脱穀して、米の毛を取らなければならず、精米の効率は著しく低かった。やがて毛のない坊主品種が登場し、走別南通り、現在の新栄地区では、水の坊主が創出された。岩手県、九南部藩から10歳の時に、 北海道へ移住した吉田善太郎は、1881年、明治14年に20歳で家督を継ぐと、1888年、明治21年に厚別川流域へ入植した。炭を焼いて、札幌で売るため、柏の木が生えている土地を利農者から、片端から買収していった結果、現在の月寒から大谷地、北の清田に相当する広大な土地を所有するに至った。 柏を伐採した後の土地利用を支援していたところ、近隣の農場所有者から水田の開発計画を持ちかけられ、共同で用水路の改作に取り掛かった。50人ほどで幅4メートル、深さ2メートルの溝を掘り、厚別川、現在の清田付近から吉田農場を経て月寒川に至る5キロの用水路を1891年、明治24年頃に完成させた。 これが、現在の吉田側である。吉田善太郎は月寒に、陸軍の駐屯地を提供して月寒村の発展に、大きく寄与したほか、農場内に学校を設け、現在の大焼小学校、開拓民の指定の教育に不信し、多くの公職を歴任した。畜産にも注力し、吉田農場は、発酵学園や、八代大ファームの基礎となった。開拓者の記録によれば、 1873年、明治6年に長岡茂春が尻別に入植した頃は、一帯は大森林地帯で、茎の直径が5センチある吹きや大木が生い茂っていた。土地は火山灰地で痩せており、上流では開拓のため木を伐採して、焼き畑を行ったところ、厚別川が毎年氾濫するようになった。対策として、 後年になって、白旗山に大規模な植樹がされた。あしり別、北通、現在の北の地区付近では川西に、八玉の木が群生していた。八玉は硬く、重症として適していたため、これを伐採してしまったところ、付近の流路が安定しなくなってしまった。両岸の丘陵には、柏が生えていたが、炭焼きをするために次々と切り倒された。柏は痩せた。 乾燥地に生えており、柏を切り倒した跡地は笹ささも育たない荒れ地となってしまった。1919年、大正8年に、平岸村の中島で、リンゴ、平岸リンゴ栽培をしていた農家が、事業の拡大を図るため、アシリ北通現在の北の2転し、荒れ地だった、アシリ坂上、現在の平岡に木を植えた。やがて近所の農家にも、 栽培技術を伝授してこの辺りで、リンゴ栽培が普及した。昭和30年代以降、相次いで大型の団地の開発が行われ、ライブヒルズなど、これらの水田やリンゴ畑はのきなみ、姿を消し、現在は、わずかな畑作地帯を除いて、住宅地となっている。かつて、毎年氾濫する厚別川には、橋がなく、北通り、北の地区と、坂上、 平岡地区の往来はできなかった。開拓者の中には、裸足で冬の冷水を渡り、東証にかかって足を切断する者もいた。1896年、明治29年に厚別郵便局が開業したが、対岸へ届けることができず、郵便物を石にくくりつけて投げて渡していた。最初にかけられたのは、柳瀬橋、現在の東北通りだが、 洪水で流出した家屋が橋下手に当たって、橋が失われることもあった。現存する橋はいずれも再建されたものである。大谷地を抜けると、平坦なデータン地帯へと入る。JR の線路の北側は再び住宅地となり、左岸は白石区川下地区、右岸は厚別区厚別西地区となる。1883年、明治16年、 北海道は開拓以来の大干ばつに見舞われた。そこで各地の湿地で水田開墾が試みられた。厚別川中流の川下地区もその一つである。しかし、泥炭地での稲作は難航し、水はけが悪く、稲刈りの時期でも腰まで水に浸かるようなワルデンだった。長野県、有賀村、現在の諏訪市の農民、中澤八太郎は、 毎年諏訪湖の水害に見舞われる村に見切りをつけて1893年、明治26年に新天地の北海道へ移住した。しかし入植先の川下地区は、郷里の諏訪よりも、ひどい有りさまだった。中沢八太郎は有賀が村の桑畑で用いられていた、水路にヒントを得て、ワルデンに2年かけて暗居排水路を建設し、地下水の排水を行った。その結果水田の排水は、 劇的に改良され、収穫量は5割増になった。さらに、排水によって、冷炭地特有の米の赤錆色が抜け、米の品質も著しく向上した。この地区で栽培された米は、厚別米と呼ばれ、良質の餅米、八太郎餅などの生産地として、全国的に高い明度を獲得した。1938年、昭和13年と1958年、 昭和33年には県城前に選ばれている。川下地区は北海道における暗渠排水発祥の地となり、見渡す限りの水境地帯となった。その後昭和46年から市街化が始まり、現在は水田はほとんど残っていない。佐賀の川下公園、白石区を過ぎると稼働はほぼ一直線に北東へ進む。 草海線はこの付近から川の中心となるため、左岸は白石区東米里、右岸は厚別区山本となる。この辺りはかつては大谷地玄野、または厚別玄野と呼ばれる、冷炭地で、石狩川、豊平川、厚別川やのっぽろ川、月寒川、もちづき寒川などが集中して蛇行する海抜10メートル以下の低湿地帯だった。 水はけが悪く定住や濃厚に適さず、毎年右雪期には、それぞれの河川が氾濫し、1ヶ月以上水没するありさまだった。このため、明治以後も長らく開拓者を寄せ付けなかった。最初の入植は、厚別川流域の他の地域よりもずっと遅く、1908年、明治41年に、小樽から山本九右衛門が土地の払い下げを受けて、 山本農場を開いたのが始まりである。山本農場は、戦前から資材を投げ打って、農地開放を行ったことでも知られている。この地域はもともと、本田地区と呼ばれていたが、二代目の山本厚志さんの第二類代の開発貢献を認められ、山本区へ改称された。豊平川、厚別川、逆さ川、月寒川に挟まれた地域には1890年、 明治二十三年に旧県の入植者が入り、三年後に米里地区と命名された。千八百九十四年、明治二十七年に米里水門を築いて、用水路を整備し、不毛の低湿地を稲作地帯へと改良する試みが始まった。かつて、豊平川は、江別市対岸で石狩川に注いでいた。 東から西に流れる石狩川から見ると、西から来る豊平川は脇を逆行してくる形であった。厚別川は大きく蛇行して豊平川に注いでいた。月寒川は石狩川や豊平川が増水すると水が逆流して、遡上してくることから逆さ川とも呼ばれていた。明治末期に豊平川下流の早水路が計画され、1932年、 昭和7年に着工にこぎつけた。完成には9年かかり、昭和16年に6.4キロの浸水路が完成した。これにより、豊平川は東岩台から北に向けて流れ、現在の江別市閣山で石狩川に注ぐようになった。この頃、国策として戦争に伴う食料お造産が求められ、長年、手付け数だった厚別川下流域にも稲作の、 強化が求められるようになった。浸水路開通によって新たに東米里地区の入植が始まった。山本地区では電灯が引かれ、昼夜を徹して排水路の工事が行われ、弾丸排水と呼ばれた。厚別川は大幅に水量の減った旧と夜平川に注ぐ形となったが、上流で毎年のように氾濫する厚別川は大量の土砂を押し流し、 旧豊平川の川床に堆積した。このため、厚別川下流の洪水は収まらず、むしろ悪化した。結局、東米里地区は、最も長く洪水の被害を受けた地区となった。1945年、昭和20年には、東京大空襲の戦災者が、宅北の兵隊としてこの地域に移住し、1949年、 昭和24年から5年かけてこの地域から、豊平川新水路への水路、旧豊平川早水路が新たに改作され、昭和38年には、この早水路と厚別川を結ぶルートが直線化され、厚別新川、のっぽろ川は、厚別川に注ぐ形となって、現在の流路となっている。現在の厚別川は、厚別七号橋付近で、道自動車道と交差すると、 左岸から旧豊平川、右岸からののっぽろ川が合流し、札幌市と江別市との市境となる。この合流点付近では、厚別区と江別市の境界が、現在の人口の直線的な稼働から外れて、蛇行しており、古い稼働の名残を伝えている。江別市に入ると両岸は、畑作地帯となり、右岸から瀬田豊平川を分けた後、北西に転身、厚別浸水路して、 江別四角山で豊平川に注いでいる。上流では入植者による両岸の原生林の伐採以来、融雪期に毎年川が氾濫するようになった。なお、厚別のアイヌ語源の新しい川説では、洪水は入植以前のアイヌ時代からあり、毎年流路が変わるので、新しい川と呼ばれていたとされている。厚別川は元々大きく蛇行しており、 氾濫すると流出した木や家屋が川岸の臓器に引っかかって川をせき止め何度も流路が変わった。下流の低出地帯には厚別川や豊平川、石狩川など多くの河川が集中し融雪機のみならず下木のタウでも容易に氾濫した。石狩川から氾濫した水が厚別川へ逆流することも少なくなかった。1913年。 大正2年に起きた厚別川の決壊では、山本地区や川下地区の泥ンが浮き上がって流れ、洪水が引くと泥ンでせき止められた沼ができ、依頼分け沼と呼ばれるようになった。1926年、大正15年の集中豪雨では、至るところで河川が氾濫し、下流の大谷地原野は全域が水没し、元の川筋が分からなくなるほど川の流れが変わってしまった。 1950年、昭和25年7月31日から8月1日にかけての豪雨による大洪水では、人の肩ほどまで浸水があり、北郷から東米里まで一帯が水没した。橋が流され、家屋が流出し、国道12号も水に浸かり、多くの住民がイカダで避難した。米里地区は10日間にわたって水没し、当時の白石村では、 村の予算の3分の1を超す被害が出た。これを機に、流域住民が厚別川改修の規制会を結成し、国や北海道への陳情活動を行うが、実現までは長い年月が費やされた。この後も、昭和36年の洪水では、鉄道が普通になった。河川改修を行おうにも、両岸には、雑木や竹が繁茂して、川辺に近づくことすら困難で、 北海道庁では測量もままならなかった。そのため、規制会と流域住民は5ヶ月かけて、両岸の伐採を行い、測量にこぎつけた。稼働の整備や築堤が完成するのは25年後の1976年、昭和51年のことである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。